皆さんこんにちは、森有です。今日はスリーコインズ、略してスリコで買ってきたものを紹介していきたいと思います。じゃーん、はい、スリコ。これいつからスリコって言われるようになったんだろうね。なんか一応店員さんにスリコって言うんですねって言ったの私。そしたらなんか私も知らないうちにスリコって書いてあってびっくりしたんですっていう会話をしました、この間店員さんと。はい、すごいどうでもいい会話。今日買ってきたのは300円商品じゃないものを2個買ったので3000円分ぐらいだったんですけれども、まずはこちら、じゃーん。はい、これはですね、私結構すごい愛用してるハンガーになります。これを2つ、もう使っちゃったので3つ買ってきました。これすごく使いやすくて、ここがくるんと回るので、まあなんていうの、ハートマークだからさ、そのまんまかけたいじゃないですか。やっぱり正面にこうやってかかっていたい時になかなかね、こうやってかけてしまうと見えないから、こう正面に置きたい時にはこうやって縦にというかこんな感じで正面に見えるようにかけてます。前リボンもあったんですけど、今はハートマークしか売ってなくて、多分他のお店だったらもしかしたらリボンとかもあると思うので見てみてください。そして次はこちらになります。はい、先日私ですね、キャップをねなくしてしまって、いつもかぶってた黒のキャップなんですけど、まあなくした先は分かったので良かったんですけど、臨時にこれを買いました。しかもこれ今思ったけど、あれだ、なんだっけこれ、あれだ、マジックテープなんだ。はい、こんな感じ、これで私はいつもかぶって髪のボサボサ加減を隠してます。ちょっとなんか美好感が出てて可愛いなと思いました。色がね、淡いピンクというか、本当にピンクベージュでもないんだけども、いいピンク。はい、そしてこちら、じゃーん、ピアス。私がピアスを買うことってなかなかないんですけれども、可愛くて一目惚れしてしまいました。最近こういうね、貝殻系のものとかにハマっていて、すごい可愛い、このタッセルが可愛くてですね、買ってきてしまいました。次はこちらのアイシャドウになります。はい、これはですね、前も買おうと思ってたんですけど、やっと戸惑いが解けて買いました。これはアイシャドウではない方向でちょっと使ってみたいなと思いますので、次出す動画、いつ出せるか分かんないですけど楽しみにしててください。そして最後に紹介するのがこちらになります。わかるかな、じゃーん、ハーフパンツになりますね。これね、あれなんだって、手作りなんだって、すごいびっくりしたの。手作りだからこそ安く提供できるって言ってました。逆なのではと思うぐらいね、多少サイズに誤差があるらしいです。こんな感じになってます、ハーフパンツ。これはね、普通に運動する時とかに着ようかなと思ってます。こちらが T シャツになります。意外と伸びも良くて、はい、こんな感じで薄いんですよね。本当に薄い色をしてるんですけれども、とても飾っておくだけでも可愛いので、皆さんぜひ、はい、飾ってみてください。いや、着てほしいんですけど、これ絶対ね、寝巻きとかにめっちゃ活用できる新商品だと思うので、皆さんぜひ買ってみてください。ということで今日は3COINS で買ってきたものの紹介でした。本当にこうやって見るとね、確かにピンクだらけで、いつもの私の買い物っぽいなと思います。それではまた購入品紹介とかちょこちょこっとしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。森有でした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。サブチャンネルの動画をこちらに載せておきます。だいぶ105キロから今まで痩せた時の体重のね、変動の激しさだったりも見れるサブチャンネルになっておりますので、サブチャンネルへ
皆さんどうぞ行ってみてください。ということで森有でした。バイバーイ。